タタ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 タポケモンやっていきましょう。特にゲームニュースはないかな。 So, let's play a DLC on Pokemon Shield. The Isle of Armor. The Isle of Armor. Da 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 そういえば最後にジムというかチャンピオンリーグ勝ったのってどんなメンバーだっけ。ああれだあれだ、ウオノラゴンだけあれで、他は対戦用のやつだな。ではやっていきましょう。あ、そっか、前回はハニカム島でひたすら鎧鉱石集めをしてたんだっけ。ハピナスのね、あの夢特性が欲しかったから、夢特性のハピナス欲しくてずっと粘ってたけど全然手に入らなかったな。あ、そうだ、ボングリ系が取れるようになってるな今。取りに行こうか今。タウンマップからの、集中の森先に行って、おお雨降ってんね。集中の森先に行こう。鎧鉱石今いくつ？一回掘るか。これこれ、おお結構38,500、まあまあ悪くはないあのフィーバー的なモードに入ったらね、すっごいいいんだけどね。復活層結構ね、地面から取れるやつ、 DLC の島地面から取れるやついいのあるからな。光ってるのが見えたら重い雨降ってるとやっぱ重いね、一瞬重くなるね。さあボングリ系を取っていきたいな。あやばい、これあいけた、危ない危ない、今のは振らない方が良かったかな。もう結構揺れてた。あヘラクレス、そうやまだ取ってないか。1回目で揺れたね。ヘラクレスまだ取ってないだろうから、ほいキャッチしましょう。ヘラクレス、ヘラクロス、ヘラクロスかヘラクレスはあれだ、あのオリジナルの方の名前か。ヘラクレス、ヘラクロスね。メスか、あれ角がハートのやつってメスとか違いあったっけかな。電磁波効いたかな、虫タイプって効きますね。剣の前攻撃2段階、まあ麻痺ってるからなんか自傷剣のダメージ来なかったらいいんだけど、どうかな。ヘラクロス、あ積むねめっちゃ積むね、積み切る前に4段階上がってるよ攻撃。1、2、3、よっしゃーヘラクレス、ヘラクロスか、ヘラクロス捕まえた、ナイスです。ヘラクロスのデータ、自分の体重、ヘラクロス一本図のポケモン、
あれ、サイドにあるのは触覚かな。自分の体重の100倍の重さでも軽々持ち上げる怪力自慢のポケモン。重さが54キロってことは100倍だから約5トン。うわぁ、5トン。5.5 トン。約 5.5 トン。5トン。うわぁ、5400キロ。すごいね。あれだわ。簡単に。トラックとかだら持ち上げちゃうね。すごい。よいしょ。マイクは結構ね、扇風機使ってるからマイクに風の音が入ってるかもしれないけど、わかんねえな。あ、角が違うな。あれはオスだな。ちゃんと違うんだね。おっとっとっと。ラランテスもいるんだな。まあ、いるか。カリキリがいるんだから。そりゃそうだ。まだいけるね。まだいける。もうダメ。まあまあ、この森はボングリが手に入りやすいから。一応毎日一通りはシェイクしといて、まあ、他は他の木も一応取れるけど、他の木は見つけ次第って感じかな。赤3つか、黒1つ。これはなんだ、ニャースか。このなんか交換してくれる人らって一回交換したら終わりじゃなくて何回でも交換してくれるんよね。一回だけじゃなくてランダムで。だからいざとなれば量産もできる。まあ卵の孵化でも手に入るからどっちでもいいけど。でもね、白ボングリ4つ。今回の DLC でダイマックスポケモンのオンオフができるようになったから、今回はひたすら色違いの色違いのポケモンを探すので、シャイニーハントの方で。これは1回目で出てきて揺れるね。あ、そうだ、ここ、あ、こっから通るのか。ヘドロウェーブ。ヘロー。How are you doing? じゃあ次は。You speak English? Yeah, I can speak English.Feel free typing English too. Since I'm playing this game in Japanese, I keep speaking Japanese, but I can understand. I can understand English as well. It's hard to explain.なのです。まあ、It's additional thing, so you can add that to the end of your sentence. メラルバ、あ、ウルガモスの進化前か、これは。なかなかいいんじゃない。もう投げていこうか。Yes, there I go. Ah,
Yeah, some people would use that. But that itself doesn't have a meaning. Only that it's nonsense, but you can add that the end of your sentence. メラルバ、メラルバ、松明ポケモン。あ、そうな、松明ポケモンなんだ。虫炎って面白いな。もう真逆のタイプなのに、弱点の。全身がかなり暖かい。角の先から炎を出し、天敵や獲物を威嚇する。はぁ。トーチポケモン。これ、ブラックホワイト似たっけか。ちょっと待って、メラルバ。メラルバ。First appearance was, oh yeah, Generation 5, Black and White. ブルガモス、あ、レベル進化か。簡単だな。OK。じゃあ、後でレベル上げしとこ。ボングリボングリ。あ、キュアは。あれ、キュアは持ってたっけ？キュアはあの、夢特性いつか手に入れるけど。Oh, that's freaking cute. Later, I wanna catch hidden ability one. Cause she's always says nano death repeatedly. Ah. Yeah.But some people would use that. But using that too much, that can be annoying. Using that nano death too much sounds kind of clingy. So, but depends on the context. Depends on the context, but yeah.甘い香り、回避率下がった。峰内は、結構個体軸、あ、急所か。It's critical. 一瞬個体、うお、critical, not effective か。キャイ、捕まえれるかな。いけ。There I go. Yeah, you are welcome. キュアワを捕まえた。花摘みポケモン。とてもいい香りがするポケモン。身につける花が違うので、キュアワごとに香りは違う。ああ、なるほどね。フェアリーいいな。I really like fairy type Pokemon.That's freaking cute. 香るキノコ。You stream always late? Not always. When I feel like I stream. So...I stream daytime, nighttime. But at the weekend, I relatively stream at nighttime on weekend. But I don't have a stream schedule. I just stream when I feel like it.
2 a.m. Ah, it's 1 a.m. Yeah, it's close. It's 1 a.m. here, and yeah, it's late. Ah, そうか、これ雷だから電磁波効かないな。エモンガ、かわいいな。静電気。Ah, paralyzed.新しいポケモンかな。ニューポケモン、うん、ニューポケモン、モモンガポケモン、エモンガ、モモンガポケモン。甘い木の実が大好物。頬袋に餌をためすぎ、うまく飛べない時もある。かわいい。かわいい。0.4m、5kg。ああ、5kg でも飛べるか。ああ。Japan is like 2 hours advanced? Maybe 1 hour ahead of you. It's 1 a.m. here. If it's 12:00 a.m. over there, it's one hour ahead of you. 1 hour advance. Yeah. An hour. 1 a.m. here. Obongri.おお、いろんなボンゴリが手に入りましたな。じゃあストーリー進めていこうかな。 I'd like to progress、the main story、ガブガブ、いや、これはHeal my Pokemon. Heal my Pokemon. よし。バトルコートでセイボリーさんがお待ちです。出し切ってください。OK。Let's go. Let's go. お、バトルコート。セイボリー。お、いるね。He noticed. なんで近寄ってきたん Why did you close to me? If I'm in Japan, I can go to jail if I use hack Pokemon?、I don't think so. you will never go to jail because of hacking Pokemon. I don't think so.これ無視していこうかな。あ、I cannot ignore him. 私を無視して先行くあなたはせっかちな性格です。そうだね。OK。と、話してあげよう。来ましたね。あなたに勝ち、秘伝の鎧を手に入れることにより、私はエスパータイプのジムリーダーへと進化を遂げる。おお、エスパータイプのジムリーダーってまだいなかったか、そういえば。もはやで、どんな手を使おうが、敗北は許されません。あれ、これ、DLC ってストーリー終了後の世界観なのかな?というのも、主人公が一度ガラルチャンピオン制覇してるっていうのはここにいる人たちは分かってないのかな。まあいいや。
もはやどんな手を使おうが敗北は許されません。フルパワーで挑みますよ。覚悟はよろしいか。いいよ、I'm ready。 いいえ、No, I'm not ready。 今の流れで断れるあなたは図太い生活です。 そうだよ、僕は図太いんだ。 Thank you。 It's just Japanese。 Yeah。 あ、やめれるんだ。セーブしときたいな。I wanna save。 No, no, no。 微妙に話す内容が変わるんや。なるほどね。もはやどんな手を使おうが敗北は許されません。さあ、Let's go。I'm ready。お、マスタード。師匠、二人とも準備はいいかね。頑張るっす。どっちも応援してるよ。ああ、三つ葉さんかわいい。セーブだ。セーブ。ああ、三つ葉さんかわいい、これ。それでは、チミたち、位置についちゃって。マスター道場最後の修行。用意。スタートだよん。BGM かっこいいな。I really like this BGM。ポニータ、ポニータか。おお、ガラリアンポニータ。フェアリー VS フェアリー。お仕置きしてあげよう。フィナーレにふさわしいエレガントな勝負にしましょう。不思議な感じの足元にあなたが絶望しなければ。あれ、なんかのフィールド。ああ、サイコフィールドか。さすが。でもね、こっちもね、サイコなんですよね。ぶん回す。どうしようかな。ダイマックスしなくていいか。いや、ダイマックスしちゃう？まあ、抜群でいけるか。サイケ光線。15。ぶん回す。いいね。無事ですか？私のエレガントさん。I don't do online battle. No, I don't. I'm the person more shiny hunting and breeding and collecting. Not the person for online battles. I'm not a fan of online battle. 心盛りか。でも結構レベル高いな。エアカッター。なんか上取るな。まあでもあれか、もともとブリモンって速度が遅いから。 Critical and effective 8倍だで。食べ残しで回復するからな。ユンゲラエスパーだね。やっぱ悪タイプ強いな。ぶん回す行こう。サイケ、I am many many people would like to online battle but not me not me 食べ残しで。私たちのエスパーパワー、真の力、今目覚めん。ヤドラン。あれ、ヤドランってダイマックスすんの？ダイマックスで返してやろう。
大アークでいいかな。Let's go。 ジャイアントウィッチ。ジャイアントウィッチ。ちょっと前のめり。スムースクリミナル。12の3で巨大化せよ、私のモンスターボール。エスパーだね。触れない。ノータッチング。あ、別にあれか、 GMAX の巨大マックスの姿があるわけじゃないのか。ロックマンだね。メガマン。お、耐えた。マジか。ダイアシッド。あ、うわ、でもまあまあ、ふ、効果抜群。エレガントな技チョイスでしょう。When I got a Japanese name in online battle, I know I will lose to him. あ、ダイアーク。クイックドロー。なんだ。あ、ガンマンだね。ダイスリーム。うん。雨降った。Raining。Yes, I won.デデデンデン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 。やったぜ。自分で自分を封印したい。あれ、今ボール落ちるときにボールの音が微妙にしたのが良かったな。 I like that when he lost、his balls around his silk heart、fell downAnd、you could hear the sound of Pokeballs. I liked that details. Nice. Yay! I won. 勝負あり。三つ目の修行クリアしたのはリスチン。わーわー。あ、かわいい。三つ葉さんかわいい。すごかったっす。熱い戦い。二人ともお疲れ様。うん。負けてしまいましたか。ふふ、惨めですよね。汚い手まで使っておいて。我が才能もあるあなたのような人間にはわからないと思いますが。凡人の私も自分なりに必死だったんです。しかしそろそろジムリーダーになるという夢も潮時ですかね。Thank you. Yeah, I drew these emotes by myself. I sometimes stream creative too. It's myOriginal character. Da-d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 a. 不正がバレれば道場は追放でしょうし。リスよ、私の悪事を師匠に告げ口して良いですよ。しない。な、何故です。I'm not a telltale.I'm not going to telltale your scheme. Maybe he would know that. マスターは多分知ってると思うんだよな、言わなくても。知ってて、まあこれもセイボリーがいつか気づいて、自分で正してくれたらなっていう、多分そういうタイプの人だと思うよ。そう、ある意味の人格者だからな、あの人格者って感じがするからな、あの師匠。私はあなたに勝つため悪タイプに魂を売ったのに。ポケモンもライバルも思いやれるリスチンの強さだね。師匠、セイボルチンのことわしちゃんからも謝らせてね。
やり方は間違えちゃったけど、ライバルに負けたくない気持ちがいっぱいの、頑張れる弟子さんなんだよ。なんかね、マスターの悪い道にそれなければいいのにねって言ってたから、多分悪事を働いてるのは多分薄々は感づいてた気がするな。う、師匠、ありがたき。リス、すみません。セイボリチンには罰として道場のポケモンのお世話を一人で6ヶ月してもらうよ。わお。なんと、しかしそんな罰だけで許されると。もちのろんよ。これからは心も強くなっていこうね。あ、はい。みんな、もういいよん。あんたたち、本当によく頑張ったね。三つ葉が全身映ってる。Ah, you're in on Instagram. Thank you. No, I'm not famous. I'm really small person. Not famous. Yeah, thank you for liking. But nowadays I often draw. Nowadays, I usually draw female posters. じゃもう途中からハラハラしてよく見れなかったよ。感動したっす。涙ちょちょぎれ。リスチン。あ、ここの三つ葉さんの顔いいな。不利な状況をものともせずよく頑張ったね。修行をすべてクリアしたリスチンには、マスター道場の秘伝の鎧をあげちゃうよ。ここの三つ葉さんいいね。Are you the guys who do something in the train? I don't know what do you mean? 道場で準備してるから先に戻って待ってるね。じゃあそんな感じでよろぴく、みんな解散だよん。歩幅が合ってていいですね。さすがハニーマスタード。もしリス、私そのリーグカードやったー。ネバマインド、オッケー。ほんの少々認めましたので。年上設定ってことはいくつだ ?20 後半かな。じゃあ、リーグカードをチェックしましょう。I must check the his league card. おー、セイボリー。ヤドンかわいいな。スローポーク。It's cute. 由緒あるサイキッカーの一族。あ、一族なんだ。へー。歴代エスパージムのリーダーは皆セイボリーの血縁であり、その末裔である彼も生まれる前からエスパージムを背負うことが義務付けられていた。物心ついた頃から物体を自在に操れる、動かせるが、テレポートや心を読むなど他の能力は持っておらず、親族からは落ちこぼれのレッテルを貼られている。何を言われてもマイペースな宿のことをリスペクトしている。あ、じゃあ、物体を自在に動かせるのでも十分だと思うけどな。でも他のサイキッカーの一族からしたらテレポートができないのか。逆にテレポートどうやってんだ。 ああ、だからテレポートするときに走ってるのね。なるほど。セーブ。I'm Japanese. I was born and raised in Japan.
So, English is not my mother tongue. I just learn English. Japanese is my mother tongue. 話してかけ。うぬこそ真の強者。いつか手合わせしたいものだ。セボリー君よく頑張ったっすよ。この先は神聖なバトルコートです。はい。ああ、鎧鉱石のやつね。本当にお疲れ様っす。最後はただのポケモン勝負。純粋に強さを試す修行だったんすかね。まあ、それ以外のものもあったと思うよ。勝ったらもちろん嬉しいよ。でも負けたっていいんだよね。それが自分の肥やしになるから。いいね。お尻触りたいな。師匠の後、あ、勝負の後か。勝負の後、師匠と3人で。何話してたの？あんた強いね。道場、あ、開いたらお金がっぽできるんじゃない？ 結構、あれだね。ビジネスマンだね。ビジネスウーマンだね。キャー、おめでとう。チャラいな、この女の子。いよいよ秘伝の鎧を授けられるっすね。一体どんな鎧なんすかね？いつか私もあなたのように。いえ、なんでもありません。ど忘れしなさいな。cause I know 日本語 hard to learn. Yeah, because of kanji. There are many, many letters. Yeah. Japanese would be one of difficult languages to learn. あ、子供たちに話しかけなかったの。まあいいや。レシチン、待ってたよ。3つの修行すべてをクリアした君には、マスター道場秘伝の鎧を授けるよ。いい笑顔。グッドスマイル。お、さあ出てこい。ダクマかな。おお、これが秘伝の鎧か。痛くないか。 Freaking cute. Oh my. Oh my, oh my. Your sister said you guys have three alphabet. Yeah, hiragana, katakana, kanji. Three types of alphabet. このポケモンこそがマスター道場秘伝の鎧。あ、秘伝の鎧がダクマのことだったんだ。その名もダクマ。体は小さくとも凛と育てれば、いかなる敵の進撃も拒む頑丈な鎧になるよ。中でもこの子はものすごい才能を秘めてるんだけど、引っ込み思案なところがあってね。今一つ自分に自信が持てないみたいなの。リスチンと一緒に冒険すれば、自分の殻を破れるかもしんないと思うのね。ってなわけでこれからダクマをよろぴくね。ハッピー、うれぴー、よろぴくねー。ベアーマ。ダクマはリスのポケモンになった。やったぜ。まあ、電撃の型にしようともう決めてるんだよね。悪より水の方が好きだから。ダクマ、拳法ポケモン。お、カンフーポケモンか。ダクマ、拳法ポケモン。頭の白く長い体毛を引っ張ると気合が高まり、単だからパワーが湧き上がる。へえ。とりあえず、君たちは仲良しちゃんになってお互い信頼し合わないとね。この子はまだ道場の外にあんま出たことないから、鎧塔の景色がいいところ一緒に眺めれば、
すぐに打ち解けられるかも。目印に門下生を立たせておくよ。え？って 聞いてませんが、みたいな反応してたな。もちろん戦わせたり、キャンプでも絆は深まるし、リスチンなら鎧塔で戦闘のポケモンをボールから出して連れ歩いてもいいよ。おお、これで歩けるようになるのか。一緒に歩けばすぐ仲良し。ダクマとテクテクしちゃってね。いっぱい仲良くなったら、ダクマの修行を始めるから、わしちゃんに教えてよ。いいね。連れて行こう。ダクマ。精神力。おお。もうここですね。ラブ行きですね。名前変えよう。名前変えたいなぁ。どうしようかな。しばらくレモネードにはお留守番してもらおうか。ででででで。最高最高。お、3つ。3V。精神力。でもレベル10って結構弱いよな。メロメロ。いいね。まあ、軽くキャンディーあげとこうかな。I'd like to give him EXP candies。どこだっけ？あ、ここか。M が結構余ってんね。ででで。ツバメ返しはいいかな。怖い顔もいらない。頭突きはどうかな。70。ああ、もうあれだな、攻撃型だな。気合ダメ、こらえる。これでいいかな。アタック系が欲しいから。瓦割りは75いいっすね。岩砕きより瓦割りを覚えさせといて。見切りはいらない。ビルドアップもいいや。アイアンヘッドってなんだっけ？鋼か。気合ダメ。まあ、貯めるのはいらないな。アイアンヘッド。爆裂パンチ。なんかかっこよい。50か。命中50はいいや。カウンターも今はいい。インファイト。インファイトってどんなんだ？守りを捨てて相手の。ああ、自分の防御が下がる。まあいいや。気合パンチ。気合パンツ。ああ、これ先行を取らないとダメか。素早さ、いいな。ダクマの種族値。ダクマの種族値は攻撃90素早さ。ああ、もう攻撃素早さの人か。土星王かな。あ、ダクマって卵、卵発見なの？あ、卵未発見か。卵グループ、卵未発見。ダクマって卵孵化すんの？ダクマ、ダクマ。ダクマは？ダクマ。育成栄養ドリンク。まあ、どうしようかな。ウーラオス。ダクマは、卵は未発見だから取れないよね。純伝説なんだ。へえ。そっかそっか。純伝説扱いか。まあまあまあ。
そりゃしゃあねえべ。まあいいや。もうぶっぱでいいかな。一応ダクマの、ダクマの育成論見たいけどないかな。ウーラオスの連撃の方で、連撃の方で連撃育成論あった。陽気、ふかしの拳、攻撃素早さ、まあやっぱ攻撃素早さだよな。あとは特防適当にって感じか。攻撃、あとは防御に適当に振っとく感じで。ドラクチってあれ5、4ごとだっけ？ 4 ごとに忘れた 忘れちゃったな。4ごとだっけ？4ごと。ドラクチのシステムなんだっけな。5ごとか4ごとか忘れたな。4ごと4ごと努力値。どこだっけ。あ、そうか、4で割った。そうか、4で割るんだね。ドゥルドゥルドゥン。252だからもうぶっぱでいいのか。252だから。まあ、攻撃素早さぶっぱからの。ダイマックスアーメンも使っとこう。ウィッ。パルパウィッ。そうだな、こんな感じ。95か。ティティティン。さあ、その前に、その前に、雷パンチあったかな？雷パンチ。名前順。別にノーマルにしなくても75。でてててん。技の順番どうしようかな。変えとこう。違う違う。X で技覚えれんの？こっから、このページから。知らんかった 知らんかった。メインウェポンどうしようかな。格闘タイプだから格闘
タイプ1の技だから。調査を見る。何も降ってないよな、今。じゃあ、攻撃と素早さのドーピング買いに行きますか。その前にゴージャスボール売ってるかどうかのチェックもして。お金、金策できるかな？今は、できないな。また来てくれよ。もう、あと2箇所あるから。ゴージャスボール。お、雨降ってるね。ダブルショップ、リピートボールか。ゴージャスボールね、売り値がすごいいいから、ワットでは簡単に手に入るけど、ここはどうかな？最後。ダイブボールか、残念。シュートシティだっけ？シュートシティの下の方で買わないといけない。ああ。久しぶりに行くな、シュートシティ。ここじゃないよね。ドーピングアイテムはこっちの方だ。ガチャコン。攻撃、攻撃。25。26でいいか。次、素早さ。素早さが26。防御持ってるっけかな？一応あるか。まあ、買っとこう。よし。あれどこだっけ？あったあった。26。26で。素早さも26で、防御。これで努力値ぶりは終わったかな？ OKOK。 攻撃素早さ。お、精神力。鍛えられた精神によって、相手の攻撃にひるまない。いいですね。もうちょいレベル上げとこうかな。スムーズにしときたいから。73。もうちょっとだけ。意外と上がらんね、もう。こんなところで 上げすぎるとね、つまんなくなるから、まあ80ぐらいで。レッツゴー。あれかな、鎧島でしか歩けないのかな。おーおーおー、びっくりマークついてんね。円環の入れ。あー、どうしようかな。いいな It's time to journey. おー、ダクマー、イェーイ、フォローミー。ちょっと待って。ウェイウェイウェイ。ついてくる？おっ。遅っ。カモン。遅い。ああ、かわいい。これ、離れるとどうなる？カモン。ワープするか。さすがに。ワープするか。まあまあ、さすがにね。オーマイ。
押した方が早い。 Pushing is faster online。 あれ そっち行った。こっちはブリムオン。背高いね。いや、わあ、これいいな。 君も結構のんびり屋さんやね。浮いてるな。浮いて動くんだ。かわいい。So cute。 へえ。モスのは？ああ、いいね。結構みんなのんびり系か。たまたま僕のポケモンがのんびり系なのかはわかんないけど。かわいいな。モスのかわいいな。ガブガブくんはどういうふうに歩く？でかいな、結構君も。ああ、走るね。あの、あれだな。ポケモンキャンプとかで、なんとなくのサイズはわかるけど、ポケモンキャンプではね、人間がいないから、サイズ感、人間とのサイズ感がわかんないから、結構怖いよな、これ。It's a bit scary. Yeah, it's huge. It's bigger than human. ああ、これ怖いで。If this Pokemon dashes like this, it's scary. かぶ。頭食われるで。怖い怖い。木の実は。あ、ワットショップ、ここか。ここもワットショップか。うん、今いらないかな。またどうぞ。はい。まあ、しばらくはダクマ連れて行こう。ねえ。ダクマ。タタ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 
なんか話が。誰か集めてたら、ブツ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 、ブツ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 。なんだろう。シーズスピーキング。なんだい？鎧島の周りには小さな島がいっぱいある。水上を走れる自転車で島巡りもいいな。そうだね。島巡りもいいですね。テレドリン。じゃあ、島巡りも今日やっていこうかな。まだやってきた。修行も一段落だし、鎧鉱石集めて、ガッポするかな。この子結構金にがめついっていうか、まあ、悪い意味じゃないけど、結構ね、儲けるは、び、あの、商人の考え方ね。何かともその意味を考えながら行えば、より真剣になれるっす。また突然に修行が始まっても後悔しないよ。今から入念に準備するっす。これ今はいけない。これ電気かな。和気、あいあい？ あいあいじゃないな。これなんて読むんだ。和気かつ、え、読めねえ。I cannot read this. 和気、え、ちょっと待って。和気。あ、和気あいあいでいいんだ。和気あいあいでいいのか。あ、そうなの。和気あいあいか。合ってたわ。あ、
That was correct. 和気あいあいか。へえ、こう書くんだ、漢字。二人三脚、和気あいあい。落ち込んでるセイボリー君のために、私は一肌脱げないっすかね。脱ぐのかい。脱ぐのかい。脱いで。秘伝の鎧の身のこなし、服、将来が楽しみだな。ダクマかわいい。私ももうちょっと頑張れよかった。ギャルだね。べしべし。秘伝の鎧がポケモンだったとは。しかしすごい体さばきだったっすね。ねえ、かっこいいね。おこんな子いたっけ。君はポケモンと一緒に歩くの好き？はい。そっか、いっぱい一緒に歩いてね。リスは鎧塔で戦闘のポケモンと一緒に歩くことにした。あ、ここでオンオフ切り替えれるのか。別にオフにすることもできる。そろそろ小さめの道着セット作ってくれないかな。ダクマはマスタード師匠が世界を旅してた時、海外で見つけて連れて帰ったんだって。え、そうなの？ダクマはもともとここにいるポケモンではなかったのか。へえ、どこの地方だろう。今後の地方で格闘系のダクマのオリジンがわかるのかな。リさん、ポケモンに大スープ飲ませるっすか？飲ませるっす。レモネードに飲ませよう。選ぶ。インテレオンが大スープを飲むと巨大マックスになるっすよ。大キノコを3個使って大スープを作るっすよ。いいよ。作って作って。インテレオンは巨大マックスできるようになって、やったー。これがね、多分また専用の巣穴でしか取れないのかなと思いきや、自分の手持ちポケモンを巨大マックスさせることができるっていうのが嬉しい。いいね。いいな、初めから連れてるポケモンが。あ、ダクマ名前変えよう。ダクマどうしようかな、名前。I wanna change it. I wanna give him a nickname. いつか私もあなたのように。あ、この子まだ喋ってないな、この人。あ、ちょうどいいところにリスちゃん。What って集めてる？はい。さすがリスちゃん、情報通だわね。この顔いいな。今、巷では、ワットビジネスが激アツなのよ。ワットを制する者が成功を手にすると言われてるくらい。うちもワットを使ってもっと道場の設備を整えたいんだけど、ダーリンも息子もインドアタイプじゃない？まあね、そうだね。意外とね、マスタードもゲームしてるからな、他の時は。私一人じゃなかなかワットを集められなくってね。リスちゃんの余ったワットを分けてもらえると助かるのよ。もちろんこれはビジネス。見返りは用意してるからさ。ワットを分けてもいいかなって思ったら声かけてちょうだい。あげよう。リスちゃんどうしたんだい？これまでくれたワットは合計0ワット。リスちゃんがあと5000ワット分けてくれると、道場に美容師さんを呼んでいつでもヘアスタイルをいじれるようにしちゃおうかしら。お、そんなことができるんだ。どのくらいワットを分けてくれるんだい？ 5000。 リスちゃんがこれまでくれたワットは合計5000ワット。5000ワットを超えたから道場に美容師を呼んじゃうよ。イエーイ。 Now I can change my hairstyle in this island. Nice. やっぱネットワークが強いね、ビジネスマンだから。もしもし、ヘアサロンさん。私、マスター道場の三妻と申します。美容師さんの派遣サービスをお願いしたいと思いまして。ええ、鎧島です。はい。早速来てもらったよ。道場の皆さん、はじめまして。派遣された美容師です。ヘアサロンの技術は門外不出ですので、ヘアアレンジなどの注文はこの部屋の中でお願いします。さすがプロ、こだわってるわ。ふふ、これからは、ああ、いつでもおしゃれできるわね。ヘアメイク。いらっしゃいませ。今日はどうしましょう。ヘアアレンジ。ボブヘア。ミディアムパーマ。これが今のね、マイカレントヘアスタイル。ウェーブロング。ベリーツイン。
お下げ髪。何これ？このキラキラは何？多分あれかな、新しい DLC のやつかな。あー、これマリーのやつか。ネオツインテールパーティーアレンジ、お団子。ウェーブロングいいな。なし、流す、パッツン、重め、重め。プラチナブロンドが好きなんだよな、色的に。決定。カットっていうか伸びてない。カットしてんのかな。まあこのままで。あー、かわいい。服なー、帽子かぶっとこうかな、さっきの。あー、フライトキャップは微妙だな。はい。トゥルリン。あ、いいじゃん。次の目標、ポケモンマスターに置いてあるロトミをマスター道場に。へえ、なるほど。5000、1万ワットを超えたから道場にロトミを注文できるよ。やった、便利になっていくね。お宅のロトもワットで買いといたいのですけども。ええ、あ、はい、ええ。おお、設置した。交渉は成立、早速届けてもらったよ。これ埋め込み型じゃないんだ。こん、え、埋め込み型だよね。でもあれ、うんともすんともだわね。画面に何か書いてあるよ。何ロトミを起動させるには専用のソフトとセッティングが必要です。サービスをご希望の方はご予約ください。だってさらにワットを踏んだくるつもりね。あこぎな商売だわ。むすっとした顔いいね。つまないね、リスちゃん。ロトミを動かすためもう少し協力してね。な、足元まで取りたいんやけどな。まあまあ暗いけど、まあ見えるからいっか。次の目標はあと1万か。ワットを分ける。まあお金いっぱいあるから。ロトミのセッティングをしてもらえるよ。やった。もしもし、ポケモンセンターさん。私、マスター道場の三つ葉と申しますけど。この前設置していただいたお宅のロトミ。うん、もうとにかくね、動かしたくって。すーぐ来ていただけます?早速セッティングしてもらったよ。ロト、三つ葉様はじめまして、ロトミロト。これからよろしくロト。これ、足の裏取れた？足の裏っていうか、あ、取れてる取れてる。素晴らしい。いいね。取れてる。ふふ、よろしくね。支払ったワット分。と働いてもらうよ。リスちゃんのワットでウロトミが動くようになったよ。いっぱい使ってあげてね。これでどうだ、これでどうだ。まあ、さっきよりは明るいか。まあまあ。いいね。足、あ、まあ、足のデザインが見たかっただけだから。まあ、ここはでも見えるんだけど。リスちゃんどうしたんだい？次の目標。あと1万。格安で飲み物を買える自動販売機。おお。ベンダーマシン。So, next goal is ベンダーマシン。ワットを分ける。1万。イェーイ。3万ワットを超えたから道場に自動販売機を置けるよ。このなんかイベントを一個一個見たいから、一応別個に置いていこう。テキトクティン。
実はうちに自動販売機を置いていただきたくってですね。やった。来たぜ。おお、こんなとこに。ごくごくプファー、ウォーター。ウォーター。定価より激安で買えるから、飲み物は今後一生この自販機で買うといいよ。まだ美味しい水しかないけど、道場が便利になったね。見た目はあるけど、あれは。あくまで写真とかかな。美味しい水100円。やった。じゃあ次。レイちゃんどうしたんだい？次の目標。1万ワットで。ああ、ラインナップね。4万ワットを超えたから自動販売機でサイコソーダを買えるようにできるよ。もしもし、マクロコスモスライフさん、私、マスター道場の三つ葉と申します。そこはもうカットか。ごくごくポハー。道場から一歩も出ずに 飲むサイコソーダは最高だね。ワットさえあればまたラインナップを増やせるからね。おお、次。ミックスオレか、次は。1万ワット。もしもし、マクロコスモスライフさん、マスター道場の三つ葉です。太るよ。 太るよ、そんなもんだ。ごくごく、まろやか、おいしくて小躍りしそうだよ。おいしくて小躍りしそうだよ、オーレ。あ、ちくぞ。 あれだな、足、吹き出し消えるかなと思ったら、そうでもなかったな。まあでもいいや。この2つは SD カードの容量もあんまなくね。これで風呂上がりの飲み物に困ることはなくなったね。飲み物は十分充実したから。あ、考えてる姿もかわいい。次は食べ物かしら。お、食材定期便。配食かな。5万。10万ワットを超えたから食材定期便ってサービス契約しちゃおうかね。ポッポッポ。トゥルリートゥルリー。もしもし、夢牧場さん。私、マスター道場の三つ葉と申します。お宅の食材定期便使いたいと思ってまして。はい。あ、ここに来たんだ。なるほどね。電光石火で契約しちゃったよ。ふふ、これから毎日新鮮な食材が届くの。冷蔵庫の中に入ってるから自由に使っていいよ。常識の範囲内でね。はい。次のワットの使い道、栄養ドリンクを買える自動販売機とかどうだろうね。どんなのが来た。フサパック。フサパックなんて持ってもらったことあったっけ？あ、もう、ん？フサパック。あ、あるわ。 あったあった。よしよし。次何？もう10万。栄養ドリンクか。はいはい。10万ね。20万ワットを超えたから道場に栄養ドリンクを買える自動販売機を置けるよ。やったぜ。テリリテリリ。もしもし、1番さん、マスター道場の三つ葉です。うちの自動販売機でお宅の栄養ドリンクを買えるようにしたくてですね。おお、増えたね。タウリンとブロムヘキシンがお家で買えるわ、嬉しいって。,笑ってるね、この姿。しかもまとめ買いで安くなってお財布も大喜び。まだ2種類しかないけど、道場が便利になったね。ラインナップ。
ワットさえあればもっとラインナップを増やしておけるよ。やった。いくらで買えの？1万？あ、1万。あ、複数個買ったら半額じゃん。25個で半額。すごい。これいいな。便利だね。やっぱりやめた。あ、いいやん。まあでも正直20万ワットポンって出せるところまで行ってるってことはだいぶお金に余裕あるから、まあまあちょっと嬉しいって感じかな。あと10万で、はいはい、栄養ドリンク増やせるね。じゃあ10万。30万ワットを超えたから自動販売機で買える栄養ドリンクを増やせるよ。やった。もしもし、1番さん、お世話になってます。マスター道場の三つ葉です。栄養ドリンクの種類って増やせたりするのかしら？新たに買えるようになったのはリゾチームとキトさん。特攻をあげれば私も気合玉くらい出せるかしら？ワットさえあればまたラインナップを増やせるからね。次何？OK、10万ワット。この会話見るの楽しいな。もしもし、1番ちゃん、三つ葉よ。うふふ。なんだ？またちょっとお願い頼まれてくれる？口調がだんだん柔らかくなってくる。ああ、なんかいつも2枚目の方で失敗するな。まあ、選んで削除。新たに買えるようになったのはマックスアップとインドメタシン。素早さを上げれば毎日のお化粧も2秒で終わらないかしら。そしてマスター道場の知名度をもっと上げるために新たな手を考えなくちゃ。結構ね、やり手、ビジネスウーマンだね。次の目標。マスター道場デザイン、マスター道場デザインのリーグカード。おお。50万ワットを超えたから、リーグカードの編集でマスター道場の背景を選べるように交渉するよ。もしもし、ポケモンリーグさん？私、マスター道場の三つ葉と申します。今回お互いにお得なプランがあるんですけども、ふふ、スムーズにことが運んだわ。リーグカードにマスター道場の背景を選べるようになった。リーグカードの編集はロトミを使ってできるからね。カードメーカー。リーグカードを作る。あ、夜の背景もあるんだ。あ、シュートシティの夜。夜系が追加されたんやな。あ、いいね。これ何？あ、ディグダのやつか。あ、ええやん。なんかええやん。夜のやつもいいね。やだ。キッチン。あー、すごい増えてる。マスター道場多いな。いいね。あ、ホエルをでかい。いいね。これは集中の森かなんかそんな名前で、これは鍋底砂漠かな。なんか、効果増えてる。あ、増えてる。虹。ハート。はー、うおー。フレーム。フレームは？フィルム、キープアウト？キープアウトかな？これ魔法イップのやつだね。素朴でいいね。うん、次。次の目標。50万ワット。30万ワット。素敵なデザインのとあるもの。なんだい？ 30 万ワット。まあ、100万ワットぐらい。順々に見たいから。10万ワット。なんか桁が分かんなくなってくるな、ここまで来ると。お、80万ワットを超えたから素敵なデザインのあれを作れるよ。なんだい？
もしもし、ポケモンリーグさん、私、ミツバよ。今回特別に作ってほしいものがあるのよ。やだ、もう、そんなんじゃないわよ。何喋ってんだよ。はい、早速作ってもらったよ。お、ミツバのリーグカード。ああ、自分のね。このリーグカード配って道場の宣伝するわよ。って思ったけど、ちょっと写真写りが悪いわね。個人の範囲で楽しむことにしましょう。かわいい。顔が拡大したいな。次のワットの使い道は実践的なものにしようかね。読もう。なんだい。あれ？あ、三つ葉下か。下にいます。後ろにいますね。ああ、かわいいね。貿易会社の元社長、世界を飛び回っている時にガラル地方でマスタードと出会い、一目惚れ、電撃結婚した。道場ではおかみさんとして、掃除、料理、経営、宣伝、門下生の心のケアもこなす。大スープの生みの親も彼女。節約のための、森のキノコをスープの材料にしてみたら、ポケモンが巨大マックスしたのだ。レトルト食品として世界に大スープを売り出す野望がある。座右の銘は二人三脚。っていうことは、このレトルト食品として世の中に出たら、将来的なポケモンの作品で、ダイマックスができるかもしれないってことだよね。楽しみだね。それはそれで楽しみだね。まあ、ニュアンスとしては、多分今後の作品でダイマックスバトルがどっかでもできる。でもさ、あれだよね。ダイマックスできるフィールドがないと巨大マックスできないから、難しいとこではあるけど、どうなんだろう。次の目標。20万。ものすごい強いトレーナーと勝負できるようにするよ。あなたかい？100万ワットを超えたから最強のトレーナーとの勝負の機会を作ってあげる。誰誰？もしもし、ポケモンリーグちゃん？そう、ミツバ、声で分かった？ すっごい、慣れ親しんでんね。ちょっとね、お願いがあるんだけど聞いてくれない？あん、残念。別の地方のチャンピオンに声かけてもらったんだけど、ああ、あなたじゃなかったのか。さすがにガラルへの遠征は遠くて無理だってさ。仕方ないから別の最強トレーナーを用意するわ。その人と戦いたくなったら声かけてね。勝負しようか。勝負するならどうしよう。普通に、まあ、ガブガブ組んで。勝負する。強いトレーナーとの勝負、準備はできているんだね。はい。そうか。じゃあ、ついておいで。あ、ここ開けてくれるんだ。リスちゃんのために強いトレーナーに来てもらったよ。誰だろう。その人物とは？頼もう。あ、違う、別の人か。あら？誰？ Who is this？ モブじゃん。ん？お前は？覚えてるか？お前がこの島に来た時？駅で居合わせたものだ。すっげえモブだな。本当に俺の代わりにマスター道場に入ってくれたとは。感謝してるぜ。おかげで俺はもっと素晴らしい道場に入門できた。その名もワイル道場。ワイル道場。ワイル道場最強の代表として、ザコイマスター道場の看板をいただきに来たのだ。あらあら、まあまあ。リスちゃんあの子知り合い？いい顔。ちょっと感じ悪いわ。お友達は選ばなくっちゃ。いや、うるせえよ。何ごちゃごちゃ言ってやがる。さっさとこの道場で一番強いやつを連れてこい。うん、ちょっと予定が狂っちゃったわね。かわいい。レスちゃん、ちょっと待っててね。ああ、なんだおばはん、引っ込んでな。そんなこと言っちゃダメ。あんた、ちょっと邪魔ね。あ、やばいぞ、やばいぞ。なに？あの、ちょ、暴力。うわ、やめ。うわー。
ワイルド道場最強の俺が手も足も出ない？この女強すぎる。あなた。あ、はい。技の基本が全然なってないわね。マスター道場で修行やり直さない？ 敵というよりはもう本当にビジネスとして見てるね。あ、いい。いい。みっちりしごいてあげる。ご褒美じゃないか。羨ましいわ。いい。わあ、マスター道場やばすぎる。ああ、私ったら。怖がらせて新しい門下生逃しちゃった？しかもせっかくリスちゃんを驚かせようとしたのに。かわいい。驚かせようとしたのにバレちゃったじゃない。というわけで。BGM が。強いトレーナーってのは私、三つ葉のことよ。いいね。戦おう。さあ、リスちゃん、準備はいい？宇宙で一番楽しい時間の始まりよ。写真撮りまくってっけどね。おかみさんの三つ葉が勝負を仕掛けてきた。戦ってやる、頑張るぞ。ハピナス。ああ、高耐久。高耐久。そうか、ここ一応ダイマックスできるの。どうしようか。何体ポケモンいる？さあ、リスちゃん、怪我しないように楽しむよ。いいね。何匹？ああ、6匹。ああ、惜しいはず。6ポケモン。オッケー。まずはエラ神で。一撃粉砕。6盾いけるかな？エンニュート。水強いっすよ、こっち。効果抜群ですよ。しかも、素早さ早いから上取れるし、もう100レベルに対して上は取れないでしょ。トゲキスか。ボーン、ウィンウィンウィン。まあ、エラ神でいいか。いいね。上から叩くの気持ちいい。ヒヒダルマ。あれ？ああ、そうか。ヒヒダルマ。氷か。いつもね、ガラール、名前のせいで、火属性だといつも思っちゃうな。エルレイド。いいね。ポケモンのチョイスが、いいね。戦うぜって感じがして。6盾。ノーダメージ6盾。まあ、100レベだったらさすがにそうなるか。もう後がない緊張感。こっからが楽しいのよね。いいよ。カメックス。なるほど。ダイマックスか。ただあれだな。まあ、エラー神。まあいいや。ダイマックスさせるか。ダイマックスするね。いくよ。あたいらの、あたしのとっておき。亀ちゃん、大きくなあれ。うぃ。すげえ投擲力。いやー、カメックス。すごいな。G マックスのカメックス、すごいな。背中向けてるね。今一つでも一撃で行ってしまった。やった。お疲れ様。ああ、楽しかったね。ありがとう。いい笑顔。素敵。写真撮りまくってんな。I took many, many pictures. ああ、もう悔しいわ。うふ、でもまだ胸がドキドキしてる。ドキがムネムネしてますか？
すっごく楽しい勝負だったわよ。私の実力はダーリンと同じくらいだってのに。リスちゃん、あんた本当に強いわね。ダーリンや門下生にもきっといい刺激になってるね。こんなの改まって言うの恥ずかしいけどさ。これからもマスター道場の家族としてみんなをよろしくね。あと、勝ち逃げは許さないよ。怖い。怖い。怖いよ。勝ち逃げはしないよ。また楽しい勝負しましょう。はい。はい。怖い。あの人怖いわ。羨ましいわ。マスタード羨ましいわ。次の目標。もうあんまりできることないんだけど、私と一緒にお散歩でもするかい？まあ、全部でいいかな。あ、そういう意味じゃない。全部ってそういう意味じゃない。50万ぐらいでいいかな。8万ワットを超えたから最後のご褒美なんだけど、三つ葉だね。三つ葉328。リスちゃん、ちょっと外歩かない？お、デートですか。リスちゃんがたくさんワットを分けてくれたおかげで、マスター道場すっごく立派な道場にできたよ。いえいえ。あらま、この子ったら、謙遜なんてしちゃって。ダーリンが道場を開きたいって言い出したときね。私最初はすごく不安だったの。その頃はまだ前の仕事も続けてたし、道場を建てるためにはいろんな手続きがいるし、そもそも無人島に道場を作って人来るのかとかさ。でもダーリンも私も必死で頑張ってさ。ハイドも生まれて、門下生のみんなにもいっぱい助けられた。あ、もちろんリスちゃんもみんなの中に入ってるからね。うん。めっちゃ入れあげたよ。ワット。いろんな人に助けられながらなんとかここまでやってこれた。私第二の人生結構楽しくやれてるわ。リスちゃん本当にありがとね。といたしまして。お礼ってわけじゃないけど、これ受け取ってくれるかい？ ヤドンが歩いてる。あ、レア、三つ葉のリーグカード。レアリーグカード。私とダーリンしか持ってないレアものだよ。やったー。あ、見て、ヤドン。ヤドン。やいや。どう？うふ、あの2匹カップルなのかね。ああ、何も考えずボートを散歩できるなんて。ずいぶん久しぶりだわ。風が気持ちいい。さて、あんまり遅いとみんな心配しちゃうかね。そろそろ帰ろっか。もう少し。あら、この子ったら急に甘えん坊さんかい？ そうだよ。リスちゃん、お散歩楽しかったよ。私さっきちょっと恥ずかしいこと言ってたかも。みんなには内緒ね。頼んだよ。いいよ。もう本当にあげられるものがないのよ。こっから自己満足の世界ね。もうリターンはないけど、どのくらいワット分けてくれるの？あー、やめる。まあリターンないけどあげようか。マックスアップ。ああ、いいね。こういうのいいね。あ、間違えた。
はいはい、てってるてててて。まあ、正直こんだけお金あったら自販機ごと買い取れそうだけど、さあレアリーグカード見ましょうよ。おお 2匹のウーラオス、すごい。連撃とあれかな、一撃の方両方いるね。もともとトレーナーではなかったが、夫に誘われてポケモン勝負をしていくうちにめきめきと才能が花開いた。その実力は現在のマスタードと並ぶほどでないかと門下生たちに囁かれている。現在のっていうところがミソだな。その多分マスタードは過去の方が強かったから、過去ほど強いわけじゃない。まあもともとトレーナーとして活躍してなかったから、それでも十分すごいんだろうけど。力が強いポケモンの世話をすることが多いので、ミツバ本人も怪力になった。最初は筋肉がつくことを嫌がっていた彼女だったが、プロポーションを維持されるため今ではまんざらでもない様子。いいね。まあまたワットが余ったらあげようかね。でもワット減ったな、一気に。300万ぐらい、400万ぐらいあったのが今60万ぐらいしかない。60万でも十分か。というわけで、じゃあダクマを連れ歩くか。何してんの？およよ。リスちゃんとダクマの今の関係は？結構仲良しちゃんになってきたね。キャンプで遊んであげるのもフレンドリーの鉄板だよ。鎧島のビューポイント、タウンマップに目印をつけたから、一緒に景色も眺めてみて。君たちが仲良しちゃんになれたら、ダクマの修行を始めるからね。いや、頑張る。後でキャンプもしよう。じゃあ、まずはどこ行きますか？円環の入り江行きますか。円環の入ファイトケイブ。円環の入り江でいいか。走るね。かわいい。カモン。自転車乗ったらさすがに追いつけないよね。まあ、先に行くね。ごめんね。ごめんよ。先行くよ。ビューポイント近いとこまで行ったらまた降りよう。お。1 個しか取れなかった。まあでも、ボングリって他のとこでも取れるんだな。硬いし。ダンダダダダダダダン。星の砂、星の砂、円環の入り江ってこっちかな。筋力の羽系も取れるな。テンテルルテテドン、テンテルルテテドン。おっとっとっと、いたあったあった、星のかけら。お、誰かいる。見る見る。なんだい、タツー。あ、タツーもいるの今作。マジか。タッツーがいるのか。赤ボングリ。すごい、シェイクが早いな。タタタタタタン。じゃあ次、どこ行きますかね。おお、ダクマがいるじゃん。円環の入り江。円環の入り江ってここだよな。あれ？違うっけ？円環の入れて違う？あ、ここを抜けた先か。ここを抜けた先に円環の洞窟。ダーシュ。じゃあ、円環の入り江。お、いたいた。たくま連れてきたよ。
リスさん、ここからの素敵な景色が見れるっすよ。タクマと一緒に見てみないっすか？はい。このいいな、旅してる感じ。Oh, this journey looks great. ダクマと目いっぱい仲良くなれた。胸を張って師匠に報告できそうだ。ポケモンと一緒だと、いつもの景色も輝いて見えるっすね。これ一回しか見れないのかな？もう一回見たいな。まあまあ。いいね。次どこだい？次は、あ、鍋底の方行くか。ラッキー、ガルーラ。サンド。小さなキノコ。元気の塊。レイさん、ここから素敵な景色が見えるっすよ。たくまと一緒に見ていかないっすか？見ます。見ます、見ます。全然いい景色ではないよ。正直。ノームじゃないか。何を喜んでるんだい。It's foggy. It's not a beautiful sight. It's not a beautiful sight. 胸を張って、はい。ポケモンと一緒だといつもの景色も輝いて見えないよ。ちょっと、濃霧ですね。天気が悪かったな、ここは。残念。ファイトケイブは上の方だったっけかな。ここだよね、ファイトケイブ。これ交換の人だっけ？ああ、交換じゃないわ。お、たまげたっけ？あれか、モロバレルの進化前だな。木の実。ボングリ系がね、取れると嬉しい。お、もう一回。あ、でももうダメだな。白ボンですね。スーパーボール。ファイトケイブ。ここだとどこに当たるんだろう。あ、ここ、いたいた。見ましょう。普通に洞窟内は天気ないから。おお、でもこうしてみるとなかなかいい景色。うん。誰か今人いたよね、いたいた。見せて見せて。クズも。あー。いいね。タツノオトシゴっぽいポケモンだったけど、最後どこだっけ？チャレンジロードか。悪の塔。あれ？この道と僕通ったことなかった気がする。あ、ワークアウトここにつながってんだ。いいね。いい感じ。ダックも置いてけぼり。ごめんよ。ごめんよ。置いてけぼりだ。またワープしてくれたらいいから。あ、大キノコある。おっとっとっと。チャレンジロードってこっちの方で合ってたかな。合ってるっぽい。マッギョ、ああ、オリジナルのマッギョね。多
これ多分上の方だと思う。あ、あっちか。ここもいい景色じゃない？見ましょう、見ましょう。ここもう一回行ってるけど、いい景色だ。ドミャオ。かわいい。多分これで全部見たんじゃないかな？見たね。まあ、有効度がどれぐらいかな？まだ、キャンプはしてないけど。およよ、リスチンとダクマの今の関係は？ベアーマ。ものすごく仲良しちゃんになったのね。清く強く育てるし、すんばらしいことだね。すんばらしい。今のチミたちなら、今のチミたちなら、二人とも、わしちゃんについておいで。わしちゃんをつくのか。おじちゃんを掘りたくはない。そのついていくじゃないか。テク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 。テク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 。雨降ってるよ 雨降ってるんですが。It's raining. ふい、この辺りでいいかね。リッチンとダクマ、もっと強くなりたいなら。ダクマ専用の修行場。双剣の塔に挑んじゃいなよ。二つの水の塔と悪の塔のとこね。そこで連撃の方か、一撃の方か選べる。確か水の方が連撃だよな。水の方にしたいな。青いのは水の塔。赤いのは悪の塔。登れるのはどちらか一つの塔のみ。選んだ塔によってダクマの格闘の型が、っていうかタイプが決まるからよく考えて選んでね。どっちも5階建てで各部屋に強者が待ち、強者が待ち構えているから、待ち構えてるから、ダクマのレベルをしっかり上げて、準備してから登りなさいな。双剣の塔はどちらも集中の森から行けるよ。自転車で川を突っ切れるならもっと近道あるかもね。チミたちが塔のてっぺんにたどり着くこと、わしちゃん楽しみにしてるよ。一応ね、努力値も降ってっから、もうちょっとレベル上げといて、水の塔に行きますか。行きましょう。レッツゴー。おっとっとっと。なんかアイテムあった。タントララタタタン。木の実があるな、ここに。ぼんぐりここでは手に入らないかな。あ キャンセルしちゃった。ああ、ぼんぐりしっかり手に入ってた 見てませんでした。真珠。パール。真珠。パール。来たよー。水の塔。5階建てだね。五重の塔ですね。あ、てっぺん地味に口、ダクマの口だね。リスさん、師匠から聞いております。こちらは水の塔。ダクマ専用の修行場ですので、手持ちをダクマ1匹にして挑戦してください。そう マジか。他は連れて行けないのか。どうしようかな、持ち物。なんか持ち物持たせとこうか。もうちょっとね、レベル上げたいから、96ぐらいにしとこう。ほぼほぼマックスにして。
なんかアイテム持たせ、格闘系のアイテム、能力が下がったら上がる。懐きやすくなる。ダメージ、王者の印もいいか。気合のハチマキ。何がいいかね。ハチマキ。物知り眼鏡。物理技が多いからこれにしとこうかな。あと、まあ、せっかくなのでアニメーションをオンにしようかな。戦闘アニメ見る。ここは水の塔。ダクマに水の極意を教え込む修行の場。ダクマのレベルが70あれば円滑に修行を行います。一度塔に入れば5人の使い手を倒すか、敗北するまで出られません。加えてもう一方の塔には今後一切挑めなくなります。悪の極意ではなく、水の極意を教えるため、水の塔に登りますか？はい。水の塔に挑む。本当にそれでよろしいですね？よろしいです。心は決まっているようですね。ゴブーンを。オッケー、行くぞ。てんてんててててん。おー。おお、は、後ろ 勝負を避けて2階に登ることはできない。 そうですか、残念です。でもなかなかいいインテリアですね。雨が降り、川となり、やがて海へと帰る。大いなる水の円環にあなたを飲み込んで差し上げます。マスター道場の門下生が勝負を仕掛けてきた。あー、BGM がいい、かっこいい。コダック。 コダックやん、かわええやん。なあ、紙パン行こうか。紙パン、うひー。さすが、さすが。大いなる強さに飲み込まれました。 いいね、なんかカンフーの感じがいい感じ。金くれるのか。お見事。鬼界に2階におすすめください。行っちゃうよ。これは何？これなんだろう。ああ、ダクマの顔か。なんか一瞬、この顔、ソウルイーターのロゴの真ん中のあれに見えたな。丸い器に注げば丸く、四角に注げば四角く。相手に合わせその身を変える適応力に溺れていただく。なるほど。覆水盆返らずっていう言葉があるけどね。マスター道場の門下生。いいね、ルシオみたいな、オーバーウォッチのルシオみたいな髪型。クラブ。ポン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 。紙パンがやっぱ効くな。 やったね、やったね。いいな、アニメーションつけるのもいいね、こういう時は。対応する暇が見つからない。 瞬撃です。お見事、3階におすすめください。いいよ。行くよ。
どんどんいっちゃうよ。弱く小さき雨粒でも継続すれば一生もうがつ。柔らかく攻め続く我が水滴にあなたの意志は耐えられるか。いきましょう。マリル、やっぱ水系が多いから紙パンがすごい強いな。雷パンチがすごい効果的。指示を待ってる。雷で雷パンチ、はあ、強い。あなた一滴一滴がハイドロポンプですよ 一滴一滴がハイドロポンプ この表現好きだな。一滴一滴がハイドロポンプって そうだね。一滴一滴がハイドロポンプだよ。表現が面白すぎでしょ。お見事、4階にお進みください。行っちゃうよ。次、多分上、これで最後。あ、まだもう1回あるか。冷ませば凍てつきその身を固め、熱すれば気化し空を泳ぐ。名前やあり方すら気まぐれに流転、流転する水を捉えてみせよう。いやー、かっこいい 表現がいちいちかっこいい。よろぞ。かわいい顔してんね。まあ紙パンで。紙パン。イエイ。やったね。熱しても冷めても変わらぬ強さ。お見事。あの方の待つ最上階にお進みください。多分マスタードがいるのかね。てんてんてん。お、マスタードじゃないか。セーブしよう。チュルリン。おお、掛け軸。なかなかに立派な掛け軸だ。立派ですね。まあ、掛け軸ですから。立派な掛け軸。はあ。はい。はてな。チュピーン。後ろから話しかけよう。お、来たのね。地味ならこっちの水の塔を選ぶと思って待ってたよ。リスチンもダクマもお疲れ様ね。ベアマ。最後の相手はワシちゃん。久々ちょーっと本気出しちゃおっかな。水も清すぎれば、ウオポケモンすまず。あれ？これ清すぎればじゃねえな。清すぎれば、清。違うな。清い。すぎれば、清すぎればでいいのか。清らかにすぎれば、水も 水すぎれば魚すまずっていう言い方はあるけどね。あ、水も清すぎればでいいのか。清いすぎるか。なんか一瞬送り仮名が分かんなかった。水も清すぎればウオポケモンすまず。あるね、その言い方。最後の水の極意、わしちゃん直々に授けよう。やったー。
おお。道場主のマスタードが勝負を仕掛けてきた。服が。元チャンピオンだからな。ああ、三つ葉好きそうだな、こういう男。行っておいで、ダクマ。ダクマ VS ダクマか。お主らには本気の姿で向き合わねばな。さあ、五感を研ぎ澄ませ、戦いの中で成長せよ。オッケー。どうしようかな。何が効くかね。まあ、でも、瓦割りだよな。タイプ1だから。なんだ。なんだなんだ。気合のたすきか。リス、見ておれ。これぞ、ダクマの拳の打ち方よ。ツバメ返し。うわ。まあまあ、生き残った。まあでも上取ってるからいけるでしょう。道場主、やったー。若者の成長にはいつも目を見張るばかりだ。なんか普通の6匹持ちの戦いもしたいな、この人と。ねえ。お主らよく頑張った。かわいい。 めっちゃええやん DLC。 こんなノリのが、まあニュアンスは違うだろうけど、冠平原もあるだろうし。ふはは、やはりリスを信じてよかったぞ。Wow, that's really great DLC for me. I really love this. ふはは、やはりリスを信じてよかったぞ。さすがにもうこれで終わりだよな。よくぞ、よくぞここまでダクマを育ててくれた。はるか昔、愛弟子のダンでもこの修行に挑んだが、道に迷って塔までたどり着けなかったからな。彼はあれだもん、よく道迷うから。それはね、それは、あの人だから。あの人だから。あの人、ほんとめっちゃくちゃ迷うよな。ダンで。ダンでマジで迷うからな。なんであんなに迷うのっていうぐらい迷うからな。まあまあまあ。ふはは、いよいよダクマ進化の時。そやつに水の掛け軸を見せてやってくれい。さあ、掛け軸見せたらいいの。ダクマに水の掛け軸を見せ、進化させますか？ここでいいえにはしないよ。ぜひお願いします。マウスのね、ホイールのクリックが効かなくなってきたな。まあいいんだけど。というのも、マウスの注文をしたので、いいんですけど。やー、いいですね。ほんといい。進化させましょう。はい。ベア？進化だよ。ベアアーマ。ベアアーマ。ベアアーマ。ベア。なんか思いついた。お、進化。これ進化キャンセルできんの？さすがに。あ、できないか。 おめでとう、ダクマはウーラオスに進化した。おお、かっこいいね。ウーラオス、拳法ポケモン、1.9メートル。
重さ105キロ、連撃の肩。打撃筆頭を身上とする水の流れのように途切れなく打撃技を相手に叩き込む。水流連打。ああ、多分専用技かな。なんだろう。水の型を極めし、流れるような3撃の連撃、3回の連撃、必ず急所に当たる。いいじゃん。あ、なんか特性変わってんね。睨みつけるいらないや。水流連打。見るがよい、これこそがウーラオス。どんな歩行もほふる頑丈な鎧。水の型を極めし姿ぞ。いいね、なんか白い道着着てるあれみたい、かっこいいな。ビャコア。熊が拳法家っていうキャラクターって今までなかったよな。わしの後ろに隠れていたチビスケが立派になりおって。誰かの成長を目の当たりにするのはいくつになっても嬉しいものだな。リス、ウーラオスよ、本当にありがとう。おっと、忘れるところだった。本気のわしと戦った者にだけ渡しておるのだ。お、リーグカード、やった。それでは道場まで帰るとするか。多分レアリーグカードがあるはずだから戦うんだろうな。申し分ない強さ、そろそろ頃合いだな。なんだ、引退するのかい。まだまだ引退は生涯現役じゃないと。生涯現役。おお、歩いてんね。まあもう他のポケモン連れ歩いていいかな。ティール。そう、なんだろう、この新しい、ふかしの拳、ふかしの拳か。相手に接触する技なら守りの効果を無視して攻撃することができる。へえ、すげえ、しとけ。プッシュプッシュプッシュ。はお、ホップじゃないか、ホップじゃないか。あ、リサおかえり。ホップじゃないか。何をしておるのだそこで。リスです。道場での修行頑張ってるみたいだな。なんでホップか、なんでホップか。なんでホップか。おい、もうちょっと驚いてくれてもいいだろう。俺、ダイマックスの調査でさ、しばらく鎧島にいるんだ。鎧島にいるんだ。結局一応エンディング後の世界観としたら、もうホップは、研究所で一緒に働いてるんだよね、あの人と。ソニアと。うふふ。二人はお友達なんだってね。ホップチン、鎧島でキャンプする許可を取りに来てくれたんだけど、大変だし道場に泊まればって話してたのよ。うん。すごく助かるけど、みんなの迷惑にならないかな。マスター道場はいつでも誰でもウェルカムだよ。それにダンデチンの弟ならワシちゃんたちにも家族だからね。そっか、小さい頃兄貴もこの道場に。マスタードさん、やっぱり俺しばらく厄介になるぞ。イエーイ、もちろん OK。 にぎやかで楽しくなりそうだね。なんかホップの雰囲気と合いそうだな、このおじちゃん。ところでリスチン、ラクマが進化したポケモンウーラオスについて教えるね。ウーラオスは巨大マックスの可能性を秘めてるんだけど、大キノコの風味が苦手で大スープ飲めないんだよ。あらま。鎧島で取れるあるものをスープに入れれば飲んでくれるようになるんだけども、そのあるものとは、あるものとは、あるものとは、こっくり。
れちゃったよ。大密じゃないの？大密いっぱい取ったけど。そりゃないぞ。うふふ、ダンデちゃんよりノリがいいね。ウーラオスが大スープを飲んでくれるようになるあるものは、ポケモンが関係してるよ。せっかくだから二人で一緒に考えて探してみてね。じゃあそんな感じでよろぴく。いつもこういう修行してるのか？半端に聞いちゃって俺もあるものが気になってきたぞ。そういえばウーラオスって多分本で読んだことある。確か遠い地方の山岳地帯に住んでる拳法ポケモンだよな。ホップすごい。いや、たまたま最近外国のポケモン調べてさ。確かウーラオスってのは粘り気が強い蜜が大好物だったような。リス、蜜といえば植物。この姿かわいい。蜜といえば植物、植物といえば森だ。ダイマックスの調査にもなるし、俺も手伝ってやるぞ。湿地帯の先にある森まで競争だぞ。ほんと今作のポケモン好きなんだけど、めっちゃ。飲ませるっす。ウーラオスは大スープの味が苦手で嫌がってるっす。あれなんだけどな、たまに寂しくなってお家に帰りたくなるけど、おかみさんにギュッとされたら安心するんだ。俺も強くなったら次のジムチャレンジに参加するんだ。頑張れ。くくく、総統の剣、双剣の塔まで踏破するとはさすがだな。我が輩は登ったことないがきっとすごいのだろう。最近セイボリーくん真面目に鍛錬してるっす。変なものでも食べたっすかね。すごい言われよ。修行が終わったら旅立とうと思ってたのに、つい長居しちゃう。マスター道場落ち着くんだもん。双剣の塔の刺客たちは僕らの大先輩たちっす。ひとたび呼ばれれば塔の中でずっとスタンバってるらしいっす。自分に打ち勝てないものが他人に勝てるわけがないのですね。理論では分かってます。うん。昔チャンピオンダンデは双剣の塔までの道に迷い、いつの間にかハロンタウンに帰っていたという噂っす。どんだけ。りゃりゃりゃ。水タイプに進化させるか、悪タイプにするか。ダクマのママも可愛いし、私ならどうするっすかね。まあね、どっかにガッポガッポな儲け話ないかしらね。君、絶対ミツバと話し合うよ。水の塔の近くは景色が映えスポット。よく、師匠とおかみさんがお散歩デートしてるとか。うん。リシちゃん、どうしたんだい？今は特にない。なんでもないっす。ふふ、ポップチンは森に行ったみたいだね。あるものはあるかな？絶対知ってるよね。知ってるけど、あえて言わない感じだよね。まあ、またそこが、またそこがいい。じゃあ、どうしようかな。ホップのとこ行きますかね。でも言うてもう3時か。森って集中の森の方でいいよな。あれ？あ、いた。後ろにいた。しばらくウーラオス連れていこう。てててててててん、おっとっと、おぽぽい。森だから多分甘い蜜。結構走るの早いな。入った。ホップくんいましたね。待ちくたびれたぞ、リス。ごめんよ。早いんだもん。本当行くの早いよ。ルミナスメイズの森と違ってムシムシしてて足びっしょりだ。嫌だね。やっぱちょっと湿気高そうだよね、この島。ソニアは俺と分担して寒い雪原を調査してるから、分けてやりたい暑さだぞ。あ、っていうことは次の冠の雪原はソニアがメインでついてくるかな。
お前が来るまで調べてたけど、この集中の森にはドレディアとカジッチョがいるらしい。そいつらの花や果実からウーラオスが好きな蜜をちょっとだけ分けてもらおうぜ。ドレディアとカジッチョか。ドレディアとカジッチョ。ドレディア、これはラランテスじゃなかったっけ。ラランテスだよね。カジッチュではないな。あ、そっか。そっかっていうか、まあ当たり前なんだけど、ポケボールから出す瞬間がないのか、今。なるほどね。瓦割りでいいかな。あ、もうアニメの方は切っといていいかな。そっかそっか、当たり前だけど、ボールから出す瞬間なくなったのか、釣れてるから。それはそれでいいな。まあ、戦闘アニメはまた、オフにしといていいかね。カジッチュ。シュリシュリ、あ、いた。あ、いきなり大密に続くんじゃなくて。あ、チュリネだ。チュリネが進化したら俺たちが探しているドレディアになるんだぞ。チュレイ、チュライ。このチュリネなんだか様子がおかしいな。どうしたんだろうね。寂しそう？言われてみれば確かに。まだ小さいし親とはぐれちゃったのかな。あ、こっち来た。チュレレレレ。本当に迷子なのか？こいつひっついて離れないぞ。リス放っておけないよな。チュリネの親のドレディアを連れてきてくれよ。こいつがひっついて危ないから俺はここで待ってるぞ。ドレディアね。キュアワーがいるね。カワワーのキュアワーだね。香るキノコ。パーパパーパパパパパーパパー。ガラナツの枝。どこにいるんじゃろうか。多分森にいるよね。ドレディア。ドレディアいないかな。ドレディア。ドレディア、ドレディア。あ、100ワットで見せてくれるお姉さん。ピンプク。そういや、まだピンプク持ってなかったっけ。これラランテスだな。ドレディア、どこだ？あ、いた。多分これだな。ドレレ？ドレレ？ドレレ？あれ？あ、話進まなかった。ほい。レレディ？レレ、レレディ？チュリネが、チュリネが、チュリネ、え、言ってもわかんないと思うけどね、チュリネが。あ、ドレ、あ、ドレ。ドレディアが後をついてくるようになった。お、いいですね。これで入り口の方まで戻って、あとは、ホップのところに行けばいいね。ホップとチュリネのとこまで案内してあげよう。はいはい。了解です。2匹が歩いてる。ここでさ、もしキャンプ開いたらチュリネ見える？ちょっとした疑問、ちょっとした疑問だけど。おお。え、でかいでかい。さすがにいないか。さすがにいないな。ウラオスや、こいこい。全然カレー図鑑
頑張ってないな。やろうか。カレー図鑑なんかないかな。カレー図鑑。カレー図鑑ね、順番に、なんか、2番目なんだっけな。辛口カレー。食材なしで辛口にすればいいんだよね。寝とる。辛口になる。木の実ってどれだっけな。木の実の辛口になる。フィラマトマおっか。クラボはないか。じゃあカゴじゃない。カゴ渋口か。甘み、苦み。オレンは普通か。あ、フィラがあるか。まあ、フィラ10個で。久しぶりだな。トゥドゥルルル。ぽよん。光ってたらいいのかな。光ってたらいいのかな。あ、心を込めていいのかな。完璧。いい感じ。完成。久しぶりに作ったな。辛口カレー。おお、大盛りですね。いっぱい食べそうだよな、ウーラオスは。どうだい、どうだい。お、なかなか。マホミル。まあまあ、普通やね。まあ普通もなかなかええんじゃないかな。いやーん。じゃあ、キャンプ終了。入り口の方まで戻りたいんだけど、入り口どっちだっけ？まあでも正直絶対、ダンデだったら迷うよね。ぶつかっちゃった。レントラ？フシデか。レントラの進化前か。フシデまだ持ってないっけ？今一つでもし残ったら。残ったね。モンボモンボ、ポケボール。お、クリティカルだから確定かな。イエーイ、やった。不死でムカデポケモン、牙に猛毒を持っている。食えそうな獲物を見つけると、後先考えず飛びかかる。食えそうって言うんだ。食べれそうなーって言うんじゃなくて、食えそうな。あ、もしかしてボックスのやつ違うかも。今ボックスのやつはやっぱこっちか。いやー、もういっぱいいっぱいになってきたな。
一度抱いた。ドレディア連れてきたのか？で、どこにもいないぞ、突撃で。あれ？もしかしてあれ？自転車とか使っちゃダメなのか。なるほどね。どこ、ピカチュウ、ピカチュウ。どこ行った？ドレディアどこだ？ここら辺から覚えてね。あ、いた。あんまり先々行きすぎると置いてっちゃうんだな。まあ当たり前か。はいはい。いいね、この連れ歩き。ピカチュウみたい。サトシとピカチュウみたいでいいね。結構早いね、ドレディアも。あ、リス連れてきてくれたんだな。キャワワ、ドレア、チュリー、カワエ。再会できてどっちも嬉しそうだぞ。レイリー。もしかしてリスにサンキューって言ってるのかな？ディア。え、これってドレディアの花の蜜？レイレー。チュリチュリー。じゃあな、チュリね、ドレディア。リス、ドレディアの花の蜜、ちょっとだけ分けてもらったぞ。ウーラオスが好きな濃厚な蜜だといいんだけど。ペロリ。粘り気があるというよりかは、さらりとしてて違うかもだな。探してる蜜じゃなかったけど、俺たちいいことしたよな。そうだね。よし、次はカジッチの蜜を探してみようぜ。あ、意外としっかり、ダイマックスさせるまでのイベントあるんだね。てっきり大蜜さえ取っとけばいいのかなと思ってたけど。まあまあ、じゃあ、今日はこんなところで。集中の森でカジッチュ探しましょう。まあ、残りは、また別の次の日で。うん。I'd like to end the stream. Yeah, I progressed. ポケモン休ませよ。トゥイントゥインブララ。ID くじやっとこう。チュイウィン。逃げた。ポイントアップ。やった。ポイントアップね。なかなかいいですよ。貴重な骨また集めて、ねえ、願いのかけら。願いの塊か。願いの塊。作るのもいいかもね。あ、でもだいぶぼんぐり溜まってきたから、終わる前にボングリやりますか。ボングリ、まあまずは桃ボングリかな。残念。次、黒ボン。残念、モンボ。スーパーボール。ダークボール。
100ボール。次は、白ボン、赤ボングリでもいいか。リピートボール。外れだね。ハイパーボール。まあ確率約 1% って言ってたからな。キボングリ、キボングリの方で。わーん、タンタラタタタタン。じゃあもう 2,3 回目であのラブラブボールが手に入ったのはかなり運が良かったってことだね。ミドボン、わーん、ネストボール。うん、モンスターボール。モンスターボール。うん。もうあと1回かな。うん。OK。あと白ボンが、白ボングリが5回できるね。よし、やっていこう。タイマーボール。パンチョロッパペポン。ダメそうですね。あと1回かな。いやー、なかなか出ないね。ボングリはしばらくまた集めよう。あ、青ボングリすれば、まあ、いいや。4の倍数だから。怪しいパッチ。ダンダンダダダダダン。の強さを見る。ねえ、素直な性格。素直な性格って何が上がるんだっけ。素直は特になしか。まあいいや。Okay, so, I'd like to end the stream today. Thank you so much for watching and liking. Yeah, I really enjoyed. So, next, I'd like to look for something item to my Pokemon becomes theGMAX? GMAX のためのアイテム探し。I don't know. I need to find something honey, to make my main Pokemon fighting new Pokemon becomes GMAX. Gigantamax? Well,よく分かってないけどね。 Thank you so much.